この自衛隊施設の整備計画をめぐっては、地元の自治会長会などが計画の断念を求め、新たな組織を立ち上げるなど動きが広がっています。また自民党県連も計画に反対し、保守革新の立場を超えた超党派の動きとなっています。この問題の経緯や背景について識者に聞きました。横田記者のリポートです。当該訓練場建設計画に対し、全会一致で断固反対とすることを決議いたしました。我々住民の断固反対する立場に立たれることを要請するところです。今年1月、うるま市石川の旭区の住民が中村市長と面談し、ゴルフ場の跡地に整備が計画されている自衛隊の訓練場について反対する意見書を手渡しました。整備計画は沖縄に駐留する陸上自衛隊第15旅団が師団に改編されるのに伴い、訓練や隊員の増加を見込んで持ち上がったもので、住民からは驚きと不安の声が上がりました。旭区としてはですね、訓練場建設が、なされると、この住環境に対する影響、あと教育の問題も出てくるというところから、臨時総会を開いて、反対の決議をしたと。懸念の声が高まっている原因は、整備予定地が県立石川青少年自然の家に隣接していることにあります。自然の家は林間学校などで年間およそ4万人の子どもたちが利用する教育施設です。国は訓練場は必要として計画を推し進める考えを示したことで、整備計画に対する反対は旭区だけではなく石川全体に広がりました。こうした状況に政府の対応にも一部変化が見られます。地元の声を真摯に受け止めてよく検討してもらいたい旨のご指摘をいただいたところであります。さらなる検討を行うこととしまして、私からですね、先ほど事務方に対してもう指示を出した。先月来県した木原防衛大臣は訓練場の整備計画について、土地の取得後の在り方についてさらなる検討を行うことを表明しました。安全保障が専門の沖縄国際大学の前泊博盛教授は、今回の計画が机上の空論であると厳しく批判します。机上の計画を見て判断をさせられたのが、現場に来てみてこんなに民間地に近いのかと、あるいは青少年施設もこの近くにあるじゃないかと、これを見たときにこれはちょっとまずいんじゃないかという、まあ、政治家として当たり前の反応をしたと思いますね。さらに自民党県連が計画の白紙撤回を求め、これまで計画への賛否を示していなかったうるま市の中村市長も整備計画の断念を沖縄防衛局に要請しました。訓練場の整備計画は、あってはならないと思っておりますので、白紙撤回並びにですね、この地、この土地に対してですね、計画を持つのは断念をしていただきたいと。捕獲を超えた反対の動きにつながったことが、政府・防衛省にとって最大の誤算だったと前泊教授は見ています。あの宮森町の事件もあったようなあの場所ですから、しかも青少年施設が近くにある住宅地の距離もそんなに離れていない、まあ、調べてみたらやっぱ問題があるということで、これは簡単には OK 出せないなという話になったと思いますね。自民党県連にとっても非常に厳しい状況になるというのがあると思いますね。沖縄テレビが県選出国会議員にアンケートを実施したところ、国政野党の議員と公明党の金城靖国議員は現行計画に反対と回答。自民党議員も白紙撤回や計画の再検討が必要と回答し、現在の計画に賛同する議員はいませんでした。超党派での
反対の動きとなりつつある一方、6月の県議選をはじめとする選挙への影響を考慮したとの見方もあり、今後の対応を注視すべきだと前泊教授は指摘します。まさに政局に関わる問題として動いてますから、一線を画すというところではそういう動きをせざるを得ないという、そういう側面もあると思いますね。反発の声が高まる一方で、沖縄防衛局は訓練場の整備計画を白紙撤回する予定はないとの姿勢を崩していません。南西諸島への自衛隊の配備強化ですよね、その一連の流れの中で位置づけられている。ただその訓練場が本当に必要かどうかというところで言うと少しクエスチョンですね。さらに増やしていこうというのが今回の計画ですから、過重な負担というのは米軍に加えて自衛隊まで増えるんですね。住民の不安や反発を顧みないまま計画を推し進めるのか、政府の姿勢が問われています。おととし安保関連3文書が改定されて以降、県内では地元との十分な合意形成が得られないまま、計画ありきで自衛隊の駐屯地の開設や機能強化が図られてきました。しかし今回こうしたやり方に地域や住民、また政治的な立場を超えて白紙撤回を突きつけています。こうした声に国がどう向き合うのか注視していく必要があります。